ドリ動画バトル最後の対決は未確認天使坂口対正統派アイドル道を突き進むオグリ。おお、坂口さん、どっちがいいかな、こっちかな。いや、ねえねえ、どっちがいいと思う？こっちもいいけど、こっちがいい？じゃあこっちかぶってくるね。うわ、どう？似合ってる？じゃあ早くデート行こっか。ぜひ坂口は116キュンです。116キュン、いいね、自分は分かってたね。あら、あら、どうしたの？嫉妬？嫉妬？ねえ、ユイとパンダどっちが好きなの？あら、だいぶやばいやつだね。そろそろはっきりして入り口がやばいやつだね。自分着てるのが好きでしょ。パンダの服も着てるしね。え、ユイ嬉しい。え、フィッシュマンクスやった。やばいな、この子は。ちょっとかな、ゆいも好き。怖い怖い。え、あれ、なんでパンダの背中から手が投げてる。え、何これ。あれ、あれ、あれ、写真集見てね。かわいい。かわいい。さあ、おぐりは38キュンとなりました。最低です、最低です。僕たちの気持ちをもてあそんだ最低な、最低なね。勝ったのは116球を獲得した坂口です。橋本チーム一発で獲得。これはちょっと聞かなあかんね、小栗ちゃんにね。どういうつもりなのよ。最終的にはまあ写真集に行きたかったんです。素直だな。いや、そのあれがもうゴールで決まってたんだね。なるほど、ありがとうございます。いや、坂口は良かったよね。結構カップルのあるあるなのかなと思って、そういう動画にしました。どっちがいいみたい な, なんか、はい、しかも選んでくれた方でそのままデート行っちゃう。かわいい、わかってるわ、よかった。あなたのためにコーヒー。今回放送できなかったメンバーの自撮り動画は番組終了後に公式ツイッターへアップします。ぜひぜひ推しメン動画をチェックしてください。横来て、あなたが好きなオムライス作って待っとるけん早く帰ってきてな。石渡チームがポイントを獲得し、なんと5対5の同点に。勝敗の行方は最後の対決へ。